イギリス巡洋艦からの砲撃が命中したトラックのオイルタンクインメイト作戦は第二次世界大戦中の1945年6月にイギリス太平洋艦隊により実行されたトラック諸島攻撃、空母、インプラカブルなどが参加し太平洋に到着したばかりの艦艇に戦闘を経験させることが目的であった太平洋での日本軍に対する連合国の作戦へ イギリスが大きく寄与するものとして1944年11月にイギリス太平洋艦隊が編成された。艦隊の基地はオーストラリアのシドニーに設けられ、1945年2月には大半の艦艇がそこに到着した。1945年3月後半から5月後半にかけてイギリス太平洋艦隊の4隻の空母はアメリカ軍の沖縄振興作戦を支援するため、 沖縄南部の飛行場に対して頻繁に空襲を行った。この作戦は5月24日に集結し、艦隊は休養及び整備のためシドニーへの帰途に着いた。1945年2月、空母、インプラカブルが太平洋艦隊への増援としてイギリスから派遣された。インプラカブルは5月8日にシドニーに到着した。5月24日にインプラカブルはシドニーから出港し、 太平洋艦隊の前進基地であるマヌス島に5日後に到着。5月30日には太平洋艦隊の主力も給油のためマヌス島に立ち寄り、大半の艦艇は6月1日にシドニーへ向かった。インプラカブルはマヌス島に泊まり、搭載の航空部隊と共に激しい訓練を行った。太平洋艦隊が戦いに戻るための準備の一環として、 艦隊の戦闘部隊の指揮官であるバーナード・ローリングス中将はインプラカブルや他の最近到着した艦艇によってトラック攻撃を行うことを決定した。その作戦の目的は7月の日本本土沖での作戦の前に艦艇の上院に戦闘経験を持たせることであった。ローリングスの最初の命令では2日間にわたって日本軍の飛行場に対する航空攻撃を行うとされていた。 インプラカブル搭載機のパイロットを含め参加艦艇の乗員は作戦が訓練目的であることは聞かされていなかった。太平洋戦争の最初の数年はトラックは日本海軍の重要な基地であった。しかし1943年から1944年、初めの連合国軍の侵攻により孤立させられ、1944年2月の アメリカ海軍の空母機動部隊による攻撃後は重要な基地ではなくなっていた。だが、トラックはマリアナ諸島の連合国軍の施設やアメリカ海軍の白地であったウルシー干渉への攻撃に使用される可能性があった。それを防ぐため、アメリカ海軍の空母やアメリカ空軍の銃、爆撃機による攻撃が繰り返し行われた。1945年6月のイギリスの作戦と、 同様に、それらの攻撃は、アメリカの航空兵に戦闘経験を積ませるために、実施された。トラックの日本軍は、現地住民を徴用して、攻撃によって、被害を受けた飛行場を修復した。すべての攻撃に対して、校舎砲部隊による迎撃もなされたが、その規模は、次第に減少していった。1945年中頃でもトラックの日本軍の規模は大きかったが、 構成を行う能力は失われていた。5月時点で日本軍の守備隊は、麦倉俊三郎中将指揮下の陸軍13,600名と、原田和中将指揮下の海軍1600名であった。多くの沿岸砲台や対空砲があったが艦艇は存在せず少数の航空機のみが存在した。レーダーにより来襲する敵に対する警報が発せられた。 連合国軍による爆撃が始まる前の段階でも日本軍はトラックの防空は不十分であると考えていた。シドニーに到着したイギリス空母インプラカブル1944年9月のパラオ疾患後はトラックには増援や補給物資を運ぶ船舶はほとんど訪れなかった。インメイト作戦時には飢えた巨弱者になっていたと歴史家デビッド・ホブスは記している。 1944年中頃以降の守備隊の活動の中心は自分たちのための食料の生産であった。その活動は熱帯の気候条件や空襲による被害のため困難であった。大半の日本人は栄養失調の状態であった。それにもかかわらず日本軍は侵攻に備えて広範囲にわたる対策をしており、また大量の食料や補給物資を備蓄していた。 戦争終結後の1945年8月に、その時点でも日本軍は、砲台が少なくとも30日間戦闘を行えるだけの弾薬を有していたことを、アメリカ軍が確認している。イギリス太平洋艦隊のトラック攻撃部隊である、第111.2任務軍は、第4巡洋艦船隊と第24駆逐軍から構成されていた。第四巡洋艦船隊は、空母。 インプラカブル、護衛空母、ルーラー、巡洋艦、スーイフトシュア、ニューファンドランド、ウガンダ、アキリーズからなり、第24駆逐軍は、駆逐艦、トラウブリッジ、ティーザー、テネーシャス、ターマガント、タープシコリからなっていた。任務軍の指揮官は、インプラカブル座上の EJP ブリンド少将であった。インプラカブル、ニューファンドランド特駆逐艦は、太平洋にやってきたばかりであったが、 それ以外の艦艇は沖縄沖での戦闘に参加していた。インメ命と作戦以前にインプラカブルが参加した戦闘で最も最近のものは1944年後半に行われたノルウェーのドイツ軍に対する航空攻撃であった。インプラカブルは80機を搭載しており、これはイギリス太平洋艦隊の空母の中で最大であった。搭載する部隊は スーパーマリンシーファイア48機を装備する第38海軍航空軍第801海軍飛行隊と第880海軍飛行隊 TBF アベンジャー雷撃機21機を装備する第828海軍飛行隊及びフェアリーファイアフライ戦闘機11機を装備する第1771海軍飛行隊であったルーラーはインプラカブルの航空部隊用の予備であり 1> 第1701海軍飛行隊のスーパーマリンウォーラス救難機1機のみを搭載していた。第111.2任務軍は6月12日にマヌス島から出撃した。トラックへの途上で命令には巡洋艦部隊によるトラックの日本軍陣地に対する艦砲射撃も追加された。この変更は後の作戦で巡洋艦が沿岸部の目標に対する砲撃に 使用されることが予想されたからである。その準備のため、北への航海中に、砲術訓練が実施された。トラック攻撃に先立ち、墜落した、航空機の乗員救助のため、アメリカ海軍の潜水艦が、トラック付近に配置された、モエン等の通信施設に対して、フェアフライから発射されたロケット弾6月14日午前5時30分に、攻撃隊の発艦地点に到着し、10分後に、 シーファイア12機とファイアフライ2機が発進した。シーファイアは、モエン島のレーダー基地や飛行場を機銃操車し、ファイアフライは、干渉の偵察を行った。偵察用のカメラを備えた。シーファイアは、日本軍施設の撮影も行い、撮影された写真は、以降の空襲や、砲撃の計画に使用された。飛行場攻撃中にシーファイア1機が撃墜され、パイロットは戦死した。これは、 インメート作戦中の戦闘で失われた唯一のイギリス軍機であった。6月14日の残りの時間は、インプラカブルは2時間15分ごとに攻撃隊を発進させた。それらは通常爆弾搭載のアベンジャー5機とロケット弾搭載のファイアフライ4機で構成されていた。この日最後の攻撃はフィーファイア12機によって実施され、モエン等の燃料タンクに対して、 急降下爆撃を行った。いくつかのタンクが破壊されたが、空であるようであった。この攻撃は、太平洋において、シーファイアが戦闘爆撃機として使用された最初のものであった。イギリス軍機は1日中日本軍の対空砲による攻撃を受けた。また、攻撃価値のある目標はほとんど発見できなかったと報告された。すべての攻撃で、シーファイアが護衛についたが、 日本軍の迎撃機は存在しなかった。6月14日から15日の夜、日本軍がモエン島の飛行場を修復するのを妨害するため、アベンジャー2機が干渉上空で活動した。それらは射撃され、サーチライトに追跡されたが損害はなかった。ほぼ6月14日中、シーファイアが発揮ずつ、第111.2任務軍の上空を飛行していたが、日本軍機とは遭遇しなかった。 この任務用にはルーラーが使用され、戦闘機はそこで燃料補給などを行った。護衛空母を予備として使用することは、特にインプラカブルガスコールに入って着艦が行えないとき、燃料の乏しくなったシーファイアをルーラーに下ろせたことから成功とみなされた。6月14日の朝、ルーラーのウォーラスが熱帯の嵐で吹き飛ばされ破壊された航空機による 救難支援は交代で、トラック付近に飛来したアメリカ海軍のプビー、カタリナ飛行艇によって行われた。だが、それらに要請が行くことはなく、着水した航空機の乗員救助は、水上部隊による砲撃が6月15日の朝、遅くに行われた。砲撃部隊は、アキリーズ及び、ウガンダとテネーシャス、ニューファンドランドとトラウブリッジ、スイフトシワと、 ティーザーの三つの任務隊に分けられた。空母の護衛には、駆逐艦2隻のみが残った。それぞれの任務隊には、弾着観測のためシーファイア2機が割り当てられた。砲撃部隊の駆逐艦の任務は、巡洋艦を狙う日本軍の方を沈黙させることと、必要であれば、煙幕を張ることであった。砲撃が行われる間、空母はトラックから10マイル東へ向かった。 トラック干渉の地図各巡洋艦の砲撃の成功の度合いは様々であった。ニューファンドランドは最初沿岸砲台を攻撃したが、それらからの反撃はなかった。ニューファンドランドは移転島の飛行場も砲撃し、それは問題なく終わった。アキリーズとウガンダによるダブロン島の水上機基地に対する攻撃は、2隻と弾着観測機との間の連絡に問題があったため、 何の損害も与えられなかった。トラックから離れる際、アキリーズは干渉の方から飛来したアベンジャー2機に対して発砲したスイフトシュアの無縁島に対する砲撃は特にうまくいかなかった。最初の砲撃は目標からかなり外れ修正を試みると正確性はさらに悪化した。スイフトシュアの砲絶長は射撃式装置に不具合があると判断し6インチ砲塔に対して 個別の照準で砲撃するよう命じた。しかし、照準種が沿岸部の目標を視認できなかったため、うまくいかなかった。藻塩島に接近して4インチ砲で、日本軍陣地を攻撃しようとしたが、その砲弾は、対空用の近接侵艦であったため目標より、上のヤシの木の中で爆発した。日本軍陣地は、落ち葉で偽装されていたため、さらに攻撃が行われたものの効果は薄かった。 この後行われた調査で、射撃1の割りピンが落ちているのが発見された。最初の砲撃の衝撃で外れたと思われるこれが不正確な砲撃の原因であった。砲撃は午前11時10分に終了し、各部隊は空母と合流した。6月15日も航空攻撃が行われた。午後、2つのアベンジャーの集団が浮きドックやオイルタンクを攻撃した。夜、爆弾を搭載した。 アベンジャー6機が照明弾を投下するアベンジャー2機の支援のもと、トラックに対する最後の攻撃を実施した。しかし、爆弾はほとんどが海に落下したものとみられる。これは、イギリス太平洋艦隊の最初の大規模な夜間作戦であった。夜間攻撃が終わると、第111.2任務軍はマヌストへの帰路に着いた。6月16日、日本軍機が レーダーに捕らえられ、戦闘空中紹介中のシーファイア1機が迎撃に向かわされたが、その機は機械的な問題のため任務を断念せざるを得なかった。任務軍は6月17日にマヌス島に到着。他のイギリス太平洋艦隊の部隊が7月4日に到着するまで訓練を続けた。そして、全艦艇は7月6日にマヌス島から出撃して、 日本本土攻撃へと向かった。インメイト作戦中、第111.2任務軍は、攻撃的なものでは昼間に103装置、夜間に10装置、防御的なものでは103装置実施した6月14日に、撃墜された、シーファイアとルーラーのウォーラス以外に発艦時の事故で5機のアベンジャーが失われた。1機は、インプラカブルのカタパルトにつなぐ、再のミスにより、 海面に衝突してパイロットが死亡した。他の4機はエンジンの不調のため着水したが、死者は出なかった。加えて、シーファイア2機が着艦時の事故で損傷した。イギリス太平洋艦隊の50周年記念で出版された書籍では、蒸気の損失は1945年当時のものとしては少ないものであると述べられている。日本軍の侵害は軽微であった。 イギリス軍は飛行場に対する攻撃で日本軍機2機を破壊し3機を損傷させたと判定している。また攻撃を行った飛行場や浮きドック、オイルタンク、港湾施設及び船舶にも損害を与えたものと考えられる。作戦後、ブリンドはロケット弾は爆弾より有用であったと評価し、またニューファンドランド以外の巡洋艦の砲撃を批判している。戦後、 守備隊所属であった日本人は米国戦略爆撃調査団に対してイギリス軍による攻撃では実質的な損害は皆無であったと証言している。最も大きな損失は守備隊の記録の一部が失われたことでその結果残ったものを埋めることが決定された。デビッド・ホブスはインメイト作戦は新たに太平洋に到着した艦艇にとって 現実的で有益な訓練となったと判定している。ピーター・ C ・スミスは目標はほとんどなかったが攻撃はインプラカブルの航空要員にとって良い経験となったと述べている。スティーブン・ロスキルはインメート作戦はその目標を達成したと結論している。ありがとうございます。